説明しよう。それはつまり行きますか。じゃあモラルの問題なのだ。精進喚起して不全をなすということ。武器の強化が欲しいん…あったあったー。ちょっと待って、これうわいっぱいあるいっぱいある。カービン銃の…あ、弾増やしたい。これ武器強化重要だね。マシンガンの弾倉も増やそう。スナイパーライフルの威力も上げて、よし、とりあえずこれでいいんじゃないかな。弾倉をいっぱいね、弾をいっぱい持てるようにしたいから。よーし、オッケー、行きましょう行きましょう。エリア移動。フィンクトン、わあ、やっぱフィンクトンだな。ジレミア・フィンクってことだよね。あいつの場所に来てる？デイジー・フィッツロイだ。ガンスミス？最高の英雄とも最低な悪党とも言われている。船さえ手に入るなら彼女が誰だろうと関係ない。あ、そんななんかいろいろ苦労していくわけじゃないんだ。はい、前回ですね、エリザベスさんと喧嘩してて若干ね目的が分かりづらくなってしまったので現在の目的を、ちょっと整理したいと思います。現在の目的はガンスミスというね、そう名乗っている人物から、武器を調達します。で、なぜ武器を調達するかというと、そのボックスポピュライっていう組織のリーダーにね、あの自分たちの船を今現在取られているので、その調達した武器とその交換条件で飛行船を返してもらうという感じの目的となっております。お金よ、いるでしょ。あ、ありがとう、喧嘩してるのにお金はくれる、ありがとう。ガンスミス、わ、何この税関みたいなそっちだよな。鍵を開けてくれ。鍵開けてちょうだい。ありがとう。あれを見て、業務用エレベーターね。フィンクトンに入れそう。入った瞬間に殺されそうだがな。ちょっと待ってちょっと待って、フィンクトンに入…あ、ちょっと待てよ、待って、もうちょっとマップを探索したい。不法侵入だ。別の道を探そう。あれもう倒しちゃっていいよな。人口に比べ。わーお。くっそー。ティアはないのか。なさそうだね。やばいやばいやばい。よし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 。壊れたよな。あとはザコだけか。ちょっと待ってちょっと待って。ちょっと待って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 。敵が多い敵が多い。ありがとう。ありがとうな。待って、びっくりしたびっくりした。敵の数よ。もうちょっとさ。オッケー。はあ、さあ行きましょう。フィンクトン、そっちか。ん？何？あ、どこだ？こっち？あ、これか。はい。エレベーターか？エレベーター。エレベーターはね、本当にいい思い出がないの。スレートのロッカーよ。きっとここの労働者だった。これは母の日記だわ。あ、スレッドのロッカー？このもの、夫はこう言っている。あの子は神の手によって一枚の生地から作られた子供だと。私は敬虔な信者ではあるけれど愚か者ではない。あの私生児をこの屋根の下で育てることはできない。母さんだったのね。私はあの塔に閉じ込めたのは。ああ。とにかくこの町を離れたいわ。それだけよ。待って、スレートはここで働いてたんだ。行きますか。あとはちょっと、はい、どうぞ。レディーファーストね。
やあ諸君、私はジェレミア・フィンク。来たジェレミア。私のモットーを教えておこう。この緑の地球において最も崇められるべき生物は何だと思う？蜂？そう、蜂だ。君は蜂が休暇を取っているところを見たことがあるかね？わかんない。蜂が病欠の連絡を入れてるところは？答えはもちろんノーだ。蜂になるんだ。さあ蜂になれ。何、やっぱもうエレベーターはだから嫌なの。電話に出る、出るけど。もしもし。ミスター・デュイット？ああ、そうだが。ミスター・フィンクに変わります。どうなってるの？デュイットかね、フィンクだ。君のことはずっと観察してきたが、今ここで言わせてもらおう。え？君こそ第一候補だ。必要なものがあったら私の助手のフランビュー君に何でも言ってくれたまえ。ではな。一体何なの？全くわからん。あなたのことを随分買ってるみたいだったわね。待て、違う違う。もうジェレミア、そのジェレミア・フィンクはね、もうダメ、裏切る、絶対ダメ。味方っぽくさせといてさ、絶対裏切る。もう声優さんからそんな感じしか出てきてないから、僕的には。もうダメだ、信じない。なんかね、あれっぽいな、バイオショック1でいうサンダー公園的な立ち位置の人っぽい。うん。こんなことを言う者がいる。フィンクさん、僕らの給料が社内の店でしか使えないトークンなのはどうしてですとね。その理由を教えてやろう。外のいかがわしい場所で強盗に遭ったらどうする。私は諸君をそんな目に遭わせたくはないのだ。社内の店に置いてあるものは全て自社の製品だ。それも社員限定の特別割引価格だぞ。着きました。え、ミスター・デュイット。はい、ようこそフィンクトンへ。いえいえ。あなたが必要とするであろう物資を用意しておりました。ありがとう。なんでこんな優しいんだ。私たちに何の用なの？ハンドキャノン。失礼お嬢さん、ミスターフィンクが興味を持っているのは彼だけです。でもどうして？リボルバーだ。申し訳ない。彼の採用に関する質問はミスターフィンクに直接聞いていただきたい。え、せっかくだからリボルバー使ってみましょうか。スナイパーライフル置いていきます。私嫌な予感。いや、俺も嫌な予感しかしないよ。どうする、ガン・スミスのところに行く？うん、それとも時計店で道具を探す？え、こっちから行ってみましょうか。これはあれかな、先にガン・スミスのところに行っちゃった方がいいかな。どうしてそんな。この中か、とりあえず行きますか。とりあえず、はい、チェン・リン、ガン・スミス。とりあえずガン・スミスのところに行ってからこの町探索してみますか。お邪魔します。あー、これは聞かざるを得ない。偽りの羊飼いとやらと話をしなければならない。あの、俺のことだね。あ、ブッカーのこと。あんなバカに方々で暴れ回られなくても我々はすでに多くの問題を抱えているというのに、おまけに全てボックスのせいにされてしまっている。しかしもし彼が友好的な態度を見せるようであれば、その時は即戦力として使えるかもしれない。あー、悪い人じゃないんだろうけどね。そのね、黒人さんのために。あ、ありがとう。黒人さんのために頑張ってるという意味ではやり方だよね。まあ、つまりはガン・スミスの店に入る。エリア移動。あ、エリア移動なのここで。え？一個の建物の中でエリア移動か。これは結構な重要人物なのではないか、もしかして。上だよな、多分だよね。よし、ガン・スミスさん。ガン・スミスは職業の名前だよね。あー、何読んだことある。あれはブッダね。ブッダ、仏教の開祖よ。
菩提寺の下で49日瞑想して悟りを開いたの。カムストックは自分以外の偶像を祀ることを歓迎しないだろうがな。せやろね。変わった人なのかな。まあ、中国の人っぽいよね。ありがとう。わびく近い近かった。中国の人なんだっけ。こんにちは。チェンリン。チェンリン。誰かいないのか。ここで何が。ガサ入れがあったようだ。ああ。地元警察だろうな。あ。聞こえた。どこ。下に誰かいる。下。この下。あ、おった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 。チェン、え、お、女の人。あ、妻。ちょっと失礼。奥さん、ちょっとすまないが、ミスターリンを探しているんだ。チェンリンは。ブクイン、ここにいない。彼、いなくなった。え？連れてかれた。また空飛ぶ舞台？私、舞台に祈る。主人が戻るように。メリンに主人を返して。どこに連れてかれたの？クラブ、ミナクートタイムクラブに連れてかれる。そのクラブはどこに。ああ、奥さん、クラブの場所を教えてください。私たちで探しましょう。そっとしておいてあげて。なんでボックスは助けない。なんでデイジー・フィッツロイはチェリーを助けない。空飛ぶ舞台って。ああ、リンを拷問にかけ、デイジー・フィッツロイとの関係を聞き出そうとしてるんだろう。なるほどね。した人よね。ああ、まさにね。それよりもまずグッドダイムクラブを探そう。了解了解。まあまた遠回りしなきゃいけないってことだよね。任せとけ。行きますか。そっちか。ちょっと待って、いろいろあるからな。全ての生きとし生けるものは意味があって生きている。イスラエル。種はよ。え、何は。え、まあ待って、もしかしてもう今回から普通に出てくるようになってんの。え、待って、嘘。ちょっと待って、ちょっと待って。マジか。そんな、いきなり、待って、もうビッグダディみたいな存在か。やっぱこいつ心臓が弱点、そこか。ちょっと待って、ちょっと待って、間違えた。なんでスナイパーライフル。やばいやばいやばい、強すぎないか。なんか急にハードモードなってんだよな、このゲーム。待て待て待て、逃げろ逃げろ。逃げつつ待って、厄介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 すぎるでしょ。くそー、強えよマジで。うわー、ちょっ